どうも弟のせやです。萩野光栄です。本山兄弟です。さて今日はですね、はい、神社八幡稲荷天神天満宮の違い、よく言えたね。よく言えた。何回かすると思う。一発でいけました。いけた。そう今ね、多いやん。多いというかいろいろそういう話聞いて、どういう話、あの神社とかさ、天満宮とか稲荷とか聞いて、まあ全部神社系というかなんかそっち系なんだろうなっては知っとるやん。そうやね。けど明確な違いわからんやん。全然わからん。それをちょっと今日お伝えしようと。違うんやね。違う。もうね調べたらね、マジで全然違う。あ、そうね。でも一応神社という大くくりの中のこう枝分かれみたいな感じなのかな。そうそう。そもそも日本にいっぱい神おるやん。その神を祀ってるのが神社です、の中に祀っている神の違いによって呼び方が違います。はいはい、なるほど。だから神社は神社なんだよ全部。なるほど。だけどそれを細かく言うのは違うやつって感じ。なるほど。でそれぞれね日本の神様のその祀られてるのに、ちょっと笑ったんやけど、得意技がありますと。得意技持っとんのや。必殺技。みんな神様得意技があります。マジか。そうなんです。いいね。だけどその得意技によって、はいはい、ご利益が変わってくるという。はい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 。それを分けてるのが、さっき言った神社稲荷八幡。ああなるほどね。そう。へえ。じゃあ水タイプ草タイプみたいな感じなのかな。そういうことそういうことです。ああそういうことです、うん、だからそれがよく分かれてて、はいはい、まあ一個一個言っていくと、はい、まあ神社はいいね別に。もう神社神社よね。神社は神社。うん。で神道系の神社ですよっていうだけね。そう全部神社。はい。で、まず一つ目、八幡宮とか言うやん。言う。それは勝負運金運とかの勝負の神様が祀られてます。あ、なるほど。じゃあ仕事関係とか、まあ、金運よ。お金欲しいと、宝くじ買ったら宝くじ当ててくださいとか。じゃあ試合に勝つとかも。そう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 。それも八幡。で八幡に祀られてるのが応神天皇です。あ、神とかじゃないです。天皇です。天皇なんや。第15代天皇の応神天皇っていう天皇がいて、もうその天皇が神になりました。これ何した人なんやろ、王神天皇。実在したと言われる最初の天皇。うん、うんうんうん、その説が一番強いやんね。そうそう、降りてきて、最初の天皇が王神天皇です。うん、で、本名が、はい、本田脇の御事さん。本田脇。本田脇、もうね、漢字の漢字は読めんよ。あ、その本田じゃない。あ、その本田じゃない。うん。はいはいはい。が、神様になりました。なるほど。で、将軍のご利益があるってことから、その受験とか、就活とか、結婚とか。あ、結婚もね。そう、結婚もらしい。で、源頼家が出陣の時に、八幡宮に必勝祈願をしたところ、戦に勝った。はいはい。から武士が奉るようになりました。へえ。が多くなった。なるほど。だから勝負運とか言われた。はい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 。あ、じゃあちょっとずつそうなっていったんや。最初に源頼家がお参りして勝負に勝ったから、ここは勝負運の神なんじゃないかってなって、っていうこと。武士がみんなお祭りするようになって、今は日本で2番目に多いです。八幡さんは。ああ、そうなんだ。そう。はいはい、うちの近くにあったのも八幡さんやったね。そう、亀山八幡宮やろ。あれも亀山八幡宮ってどこにでもない。どこにでもってか、あ、おい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 、ちょんちょんとあるよね。おい、なんやろね、うん、亀山八幡宮は佐世保の氏神様や。あ、佐世保の海地神様なんだ。で、なんか言われてる。へー、佐世保全体全体、ね、広くない。広いね、なんか強いね。強いね。へえ。あんま人おらんしね。あ、佐世保自体がね。そう、だからもう管轄できるんじゃない。分けても大変やもんね。そうそうそう、そんな少ない人口を取り合うじゃない。そう、もう全部俺がすごいわ、偉、いやん。が八幡さんです。はいはい、なるほど。で、2つ目、稲荷。あ、お稲荷さんね。うん、よく聞く。で、お稲荷さんは、商売繁盛。あー、イメージあるわ。確かに、もともと農業の神なんだよ。それがまあ、はいはい、今農業をしなくなったから、商売系がお稲荷さんになりました。はい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 。で、ここがね、うかのみたまの神。おー、初めて聞いた。ね、うん、これも初めて聞いた。うかのみか、うかのみたまの神。はい。が、稲、米。はい。稲の精霊を神格化した神。ああ、稲の神なんや。そう。へー。だから農業。お稲荷さんはその、の神をどこも祀っとるんや。そう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 。その神だけなんや。その神だけ。どこの稲荷っても。そう。すげえ。いや、あの王神天皇もそうよ。そうね。そうやね。うん、で、お稲荷さんって聞くとさ、なんか狐っぽくないイメージ。ああ、なんかそんなイメージある。で、本当に狐はいるのよ。はい、よく狛犬の代わりに狐いたりとか、うん、狐がね、結構おるのは、稲の神の眷属、神の使い。
はいはいはい、が狐、うん、犬族っていうのは犬族ってこと、あじゃなくて犬族ってあのむずいな、ダンマチとか見とらんね、ダンマチ知らん、わからんかちょっとピンとこん、ピンとこんか、で、そうだから狐がたくさんいるね、使いってことね、その犬の神の使いね、あーなるほど、別に狐を祀っとるわけではない、犬系で言うと何なんだ、牛か、あ牛もちょっと後から出てくる、あそうねそう神が乗っとるけん牛を食べちゃいけないって、うんうん、そういうイメージ、あーなるほどね、それがお稲荷さんです、うん、商売繁盛とか経営者とか、はいはい、商売人とか、うん、そういう人たちが信仰を集めるのがお稲荷さんです、へえ、でもその辺ってむずいよね、最初のさ八幡宮もさ仕事を運、うん、だったり、そうね、金運だったり、うん、商売がね、むずいよね、なんかもともとは武士だったら八幡、農業をや農家やったらお稲荷さんっていうイメージかな、うん、なるほどね、で、3つ目というか天神と天満宮、うん、天満宮は天神の別名なのよ、はい、だからもう天神と天満宮は一緒、同じこと、へえ、同じことなんや、で、ここは学業成就です、あー学問の神様がいます、あーはいはいはい、太宰府天満宮でしょ、はいはいはい、太宰府天満宮は太宰府天神みたいなもん、うん、だから受験の時とかさ、よう太宰府にみんな行くの、行くね、あれは菅原の道真公が祀られてます、うんうん、ちっちゃい頃から頭良くて、うん、若くてその当時の国家試験、うん、神事みたいなやつに合格した人がいて、はいはいはい、その人が神格化して、うん、天満宮とか天神になりました、はいはいはい、だからその人は学問もいいし、なんかアートとか芸術とかもすごかったらしいのよ、芸術家としても才能がめちゃくちゃあったらしくて、はいはいはい、頭いいし芸術もすげえしっていうので、うん、学業成就とか、うん、その芸術アート系の人たちは天満宮に行くようになった、天神も天満宮一緒なんや、そう、それはね俺も知らなかった、えマジで一緒なだけ、そのお母さんっていうかママかいうっていうか、ああそうそうそう、そんなレベルで、そういうことそういうこと、ほんとそういうこと、そうなんや、うん、説明会ってなったもん説明会一緒会ってなって、何かしらの違いありそうけどね、なんか知らんけど、天神と天満宮はイコールです、へえ、でその天満宮はさっき出てきた牛がいるのよ、へえ、あんまないかな、結構デカめの牛の銅像が鎮座してたりするのね、その狛犬的な場所にってこと、どっちかっていうと狐的な場所にかな、あ狐は狛犬的な場所じゃないんや、もうあるけど、うん、別で狐がおったりする、参道があって、うん、なんかこの辺におったりするみたいな感じで牛がいるのよ、うん、天満宮は、へえ、牛は何、牛は菅原道真公の使い、うんうん、もともと生きてる時から牛を使って仲良くやってたっぽくて、うん、あそうね、でその菅原道真公が神格化して神になったからついでに牛についてまあそうやね、そういうもんやね、そういうもんそういうもん、でこの牛の頭撫でると、うん、なんか頭良くなると言われてる、あそうね、誰が言ったね、頭良くなるのは努力やと俺は思うだから、ね、学業ですね、なるほどね、だからそれぞれねほら得意技があったりしますうん、違うね、全然。意外と神格化パターンが多いのね。多い多い多い。だって、お稲荷さんだけやん、もともとの神って。で、あとはもう人やん。神格化してるね。でも、没後50年は家を守る神になって、守護神になって、で、50年後から地域を守る神になるやん。うん。それがでも、地域を守るにはこの人すごすぎるぞってなって、うん、日本行っちゃえっていう感じじゃない多分違うと思うんだよ。多分違う。お前は地域の氏神様では収まらんぞ。行け、日本の方に行けってなったじゃない。そういう階段式じゃない気がする。別枠な気がするけど。だから勝負事だと八幡さん、はいはい、商売繁盛だとお稲荷さん、うん、学業だと天神天満宮、うん、なるほどね、うわなんかすげえ勉強になったね、なんか結構ピュンって入ってきた頭に、面白いよね、うん、だから受験勉強でこうするときに、うん、お稲荷さん行っても、うん、あちょっとうちじゃないちじゃないちょっと苦手なんですよねって、できないことはないけどちょっと違うんよな、努力、うんうん、はしますがってそうそう逆に受験勉強でって天神様とか天満宮行ったら、うん、おおうち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 世界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 そういうのを考えているのは神社って面白いな、はいはいはい、だからそれじゃないのもあるのよね、もちろんお稲荷さん、うんうん、天満天神、うん、あと八幡、うん、じゃないのがもう全部神社、そうじゃなかったらもう全部神社ってついてる、特殊というかもう別枠のね、そうそう、それ以外の神社もそれぞれそのいろんな神を祀ってるやもんね、そう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 、はいはいはい、皆さんも行ってみてください、そうね、それ知ってるとちょっと楽しいよね、楽しい、それこそそれでね、あ、キツネおるやんとかなんてさ、うんうんうん、お、牛おるやん、寝てたのかってもね、うんうん、面白いよね、知らんで行って、キツネおったら、あ、お稲荷さんかここってなったりもする、あー、確かにね、調べて行ってみると面白いと思います、はい、ぜひ、今日からね、はい、はい、ありがとうございました、最後までご覧いただき、ありがとうございます、
チャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。またお会いしましょう。